正しい歴史認識の第4回になりますかね。アメリカですね。いよいよアメリカのことは話さなきゃいけないわけですが、今韓国、日本、中国がですね、深く国際的に関係ある一つの原因はアメリカの進出というのがあるわけですね。このことについてはもうすでにこのブログでですね、一回、触れたことがあるんですが、正しい歴史認識という点から見てみたいと思うんですね。すでにイギリスがですね、18世紀を中心として、インド、オーストラリア、から来てですね、中国は香港を取り、アヘン戦争となりましたけど、大変に醜悪な戦争で、中国にアヘンを売りつけ、中国は買いたくないというと戦争を仕掛けるっていう、そういう獰猛な種族、イギリスが来てたわけですね。北の方からはロシアが17世紀に、シベリアを横断してきまして、ウラジオストックまで来ると、太平洋まで来ると、小さな、今ではソ連がロシアが非常に大きいですからね、みんなロシアは大きい国だと思ってますけども、それはほんのごく最近のことであります。一方アメリカの方はですね、イギリスから逃れてきた人たちが1776年にワシントン近くで独立をしました。13州ですね。それで別にイギリスから逃れてきた人がそんなに多かったわけじゃないから、そこで我慢してもしたらいいのに、アメリカ人非常に活発でしたからね、西へと行きまして、大量のインディアンとメキシコ人を殺してですね、カリフォルニアまで来たのが、ここに図を貼ってありますが、1850年の進出線であります。なかなかアメリカ人はすごいもんでですね、あの広いアメリカ大陸を西へと渡ってサンフランシスコについてですね、大きな太平洋を見たら、ああもうやめとこうと思うんでしょうけど、この頃のイギリス人、このアメリカ人イギリス人なんですけど、19世紀のイギリス人というのはもうそのイギリスからインドを取る、オーストラリアを取る、カナダを取るっていうふうにもう非常に活発な頃でしたからね。だからアメリカ人もその民族の流れでですね、さらにこう太平洋に出てくるんですよ。そうしますとね、ちょっと思い返してもらうと分かるんですが、イギリスはですね、アフリカの南アフリカ共和国、南アフリカを通ってインドに行って、オーストラリアを取りますでしょ。つまりちょうどかつてのポルトガルですね、ポルトガルのような路線でアフリカ周りで来るんですね。一方、アメリカ人は同じ、これイギリス人なんですけども、イギリス人は今度は太平洋を渡って日本に来ますからね。その意味では同じイギリス人がですね、イギリスという名前でアフリカ周りで来て、それからアメリカ人という名前でアメリカ大陸を全部取って、それからさらに太平洋を進むわけですから、世界全体がですね、いわゆるアングロサクソン、イギリス人に支配されちゃうんですよね。残念ですけど、これは歴史的な結果ですから、そのまま受け取らなきゃいけませんが、そして1900年までにはこの図に書いてありますように、アラスカをロシアから、これは購入したんですね。それからフィリピンをスペイン戦争で取ります。でハワイに襲いますね。その当時はハワイはハワイ王国というのがありまして、王様がいたんですけども、それをくれっつって来るわけですね。ハワイの王様は平和に住んでましたから、とても軍隊を持ってないので、しょうがないから日本に救いを求めます。この時ハワイは周りに国がないんですよ。日本以外にはオーストラリアありますけど、これイギリスですからね。インドネシアは、オランダと、それから、ポルトガルに支配されてますから、これダメなんですよね。そうしますと、アジアの国で救いを求めるとは日本しかないもんですから、日本に救いを求めますと、ちょうど日本が中国との日清戦争が終わってですね、ロシアが南下してきてる時でしたから、とてもアメリカと戦うってことはできないので、ハワイの王様に明治天皇がお断りになります。その結果ハワイはアメリカになってしまいますね。今ではハワイがアメリカだと思ってる人多いんですけど、これ占領したとこですからね、あまりよろしくないんですよ。いずれにしても1900年には日本沿岸まで来るんですね。で圧力をかけてきますが、アメリカは日本と中国とにほとんど同時に圧力をかけます。その結果、1950年まで日本と戦争し、朝鮮戦争し、ベトナム戦争をしますね。さらに現在ではアフガニスタン、イラクあたりまで影響を及ぼしてますので、イギリスが後退してもアメリカが来てますからね。その意味では世界のアングロサクソン支配っていうのは今でも続いていると。ただイギリスのところでお話しましたように、アングロサクソンとは実にうまい民族でですね、なんとなく
正義に感じられるんですね。でそのなんとかの正義の話をしようとかですね、白熱抗議とか言って、まあ、日本のですね反日の人が騒いでるのがもう本当に僕苦々しいんですけど、彼らのですね話を聞くと何でも正義でも何でもないんですよ。自分たちがしたいことを正義にするっていうテクニックがあるんですよ、アングロサクソンは。日本人はそうじゃないんですね。もともとことを変えて、まあ、正義ならその理由を説明すると、まず正義かどうかを考えるのが日本人なんですが、まあ、中国人も同じなんですね。韓国人も同じです。ところがアメリカ人とかイギリス人は不当なことをしてそれを正義に見せるというのを正義と言ってるんです。彼らの正義はですね、正義だから正義なんじゃなくて、正義と見せられれば、見せかけることができれば正義なんですよね。どうせ所詮人間は争いなんだから正義と見せかけりゃいいんだと、まあ、こういうふうに割り切ってるとも言えますね。まあ、日本人とか中国人とか韓国人はそれナイーブなんで、本当に正義なものは正義と、まあ、儒教とかですね、まあ、そういった教えに基づく考え方ですからね、ちょっとヨーロッパ人とは違うんです。まあ、その中国、日本、韓国がいがみ合ってるって本当に変な話ですね。同じような考え方を持ってるのにいがみ合ってると、まあ、そういうことになるんですね。まあ、いずれにしても、まあ、ちょうど日本と朝鮮、中国がいざこざが起こる少し前は、本当にアメリカが近くまで来てたわけですね。アメリカは今5900年進出線ってここに線が当たりますが、その後中国にも進出します。ちょっとこのグラフを一つ書いておりましたが、戦争、日本と中国が戦争する前ですね、中国はどういう状態だったかというと、各国が中国を狙ってたんですね。まずイギリスが狙い、フランスが狙い、ドイツが狙い、ロシアが狙って、さらに日本が伺い、アメリカが伺うと。だからその当時の中国を、まあ、いわば帝国主義で支配しようとしてたのはイギリス、フランス、ドイツ、ロシア、日本、アメリカだったんですね。ところがイギリスもだんだん力が弱くなってシンガポールの方に、まあ、重きを置き、ロシアは日本との日露戦争に負けたので少し引いて、そして、まあ、フランス、ドイツは力がなかったんで大幅に引いて、第一次世界大戦を中心にして引いてですね、そして、最後に残ったのがソ連、ロシアと日本とアメリカだったわけです。で、ロシアは、まあ、日露戦争に負けたんでやや引いて、そして、最後にアメリカと日本が、まあ、1920年から30年にかけて中国を取ろうと思って争いますね。今中国は割合アメリカにはですね、正しい歴史認識って言わないんですけど、日本とアメリカとか中国にしたことはほぼ同じですね。イギリスはもっと残虐でしたけど、まあアメリカと日本は似たようなことをしました。まあ、ここに示したグラフはですね、中国に対する日本とアメリカの投資額の問題なんですね。投資額というのは例えば鉄道を引いたり、まあ、中国の利権を漁るということですよ。それはですね、ほとんど同じぐらい、ややアメリカが多かったかなっていうぐらいだったっていうことですね。でこれはですね、いい悪いは後で一回、論じようと思いますが、いずれにしても歴史はですね、そうであったということをまず理解する必要がありましてね、まあ、ちょうどそういう状況にあったと、まあ、いうことですね。でこれはですね、いろんな方が言っておられますので私の初めてやりませんが、アメリカ人はとにかく西に行きたいんですよ。だからこの図にありますように、1776年に始まって1850年、1900年、1950年、2000年とほぼ地球を半周以上しちゃうと。一方ロシアは東に行きたいんですよね。つまりヨーロッパっていうのはロシアにとっては、まあ、同じ民族だからあまり取りたくないので東行くんですね。それでシベリア行って、千島列島とか、まあ、アラスカまで取ったんですけどね、まあ、こうなったわけです。で普通ですね、白人ってのは結構うまくてですね、自分たち同士はあまり戦わないんですよ。ポルトガル、スペインはイギリス、南アメリカ、北アメリカに行き、アフリカに行ったと。イギリスはインド洋に行ったと、まあ、ロシアは東に行き、アメリカは西に行くと。要するにですね、白人っていうのはですね、有色人種から搾取しようと思ってるんですね、基本的には。だから白人同士はまあまあなあなあでやっていってっていう傾向があるんですね。それに比べると日本、朝鮮、中国っていうところはどうなんでしょうかね。
後でお話しますが、日本とフィリピン、インドネシア、インド、インドシナあたりの方がある意味ではアジア人的かもしれませんね。その意味でなぜ中国とか朝鮮がですね、まあ、日本に正しい歴史認識とか言ってるのはちょっと私には少し理解が難しいんですよ。正しくないんじゃないのってこう言いたいけど、そう言うとまあバーッと反発を受けますので、このくらいにしておきますが、ちょうど日本と中国もしくは韓国に問題が起きる直前はアメリカが西に来た圧力っていうのが非常に大きいと、まあ、いうことを指摘したいと思います。